ラッキーガールの皆様こんにちは。今日はハッピーバレンタインということでバレンタイン企画をやっていきたいと思います。バレンタインはですね、女性から男性への印象強いと思うんですけれども、あなたの大切な方に、そして自分へのご褒美にということでですね、べっぴん体質になれるバレンタイン企画をやっていきたいと思います。べっぴん菌でべっぴん体質、鈴木ひろみです。はい、皆様バレンタインはいつも何をしようかなと考えますか？どうですか？バレンタインなんてもう関係ないっていう方もね、いらっしゃるかもしれないんですけれども、もうせっかくのバレンタインということでね、バレンタインに乗っかってね、自分へのプレゼントをするっていうのもいいかなと思いますし、いつも日頃お世話になっている方にバレンタインとしてですね、プレゼントするのもいいんじゃないかなと思います。そんな時にですね、ね、何をプレゼントしようかって悩みますよね。バレンタインといえばチョコレート、まあ、チョコレート商戦って感じでね、まあ、いろんなところで本当に、ね、その時限定のチョコレートだったりとか、いろんなチョコレートがあって、まあ、バレンタインのね、前って結構ね、楽しかったりもしますよね。バレンタインのタイミングにしか来ないみたいなものをもちろん買っていただくのもね、いいし楽しいかなと思うんですけれども、なんとこの麹でもですね、バレンタイン麹おやつね、作っていくことができますので、今日はですね、麹で作るバレンタインのお話をしていこうと思います。今回はですね、バレンタインとはということでね、バレンタインの話と、そしてバレンタインもですね、麹でね、腸活菌活ということでですね、麹で作るガトーショコラー、イエーイということで、はい、やっていきたいと思います。最後までご覧いただきますと、麹の美味しい美味しいガトーショコラがゲットできちゃいますので、ぜひ楽しみにしてください。このチャンネルではですね、麹にまつわるいろいろなお話をしております。麹はですね、日本の国菌である麹菌からできておりまして、お醤油もお味噌もみりんもお酢もお酒も全部麹からできております。すごいんですよね。麹なくしてね、日本のね、食文化はなかった、和食は生まれてなかったと言っても過言ではないくらい、この麹菌たち、私たち日本人にとってとても大切なものになっています。で、麹ね、日本人がずっと繋いできてくれて今ここにあるんですけど、なかなかですね、麹のパワーを使った調味料にはですね、現代では出ないというのがですね、現実になってしまってます。なんですけど、麹のパワーは本当にすごいので、このね、麹のパワーを使って作って食べるだけでね、肌も綺麗になるし、元気になるし、メンタルも整うし、いいこといっぱい起きてきます。しかも簡単にお料理もできるというところもあって、たくさんの方に知っていただくことでね、みんながね、どん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 ハッピーになっていくかなというところでですね、このべっぴん菌チャンネルはやらせていただいておりますので、ぜひいろんなね、動画見ていただいて、いろいろね、作ってみていただければと思います。ぜひね、麹楽しそうだな、べっぴん菌いいなって思っていただいたらですね、チャンネル登録もお願いできればと思います。またですね、 LINE 公式お友達になっていただきますと、今日から使える麹レシピ10選をプレゼントしておりますので、よかったらお友達になっていただければと思います。ということで、バレンタインということですね。はい、バレンタインとはですね、日本のバレンタインはですね、女性から男性へチョコレートを渡す日というイメージがね、強いですけれども、欧米ではですね、男性から女性に花束を送ったり、恋人同士でですね、プレゼントを贈り合ったりするというような様々な風習があります。バレンタインにチョコレートを贈るですね、風習はですね、兵庫県の洋菓子メーカーのモロゾフの創始者さんですね、が始めたというふうに言われているそうです。イタリアのですね、テルニ司祭だったバレンティノの話からヒントを得て、日本でですね、贈り物をファッション化して新しい、ね、生活習慣を育てたいというところでですね、昭和11年ですね、1936年、当時の英字新聞にですね、バレンタインデーにチョコレートを贈ろうと、ボックス入りのチョコレートの広告を載せたというところが始まりだそうです。戦争などでですね、一時中断はしたものの、戦後ね、またですね、お菓子メーカーがね、協業という形で動きまして、バレンタインデーにチョコレートを贈るというですね、文化がですね、根付いたというふうに言われています。こういったことの陰にはですね、誰かの努力があってね、そこがビジネスとしてね、ちゃんとチョコレートを贈るという風習までね、根付くってすごいですよね。当時もですね、まあ、そんな誰かがね、風習を根付かせようと思ってね、調味料としてもしかしたら続いてきているかもしれないですね。なんですけれどもね、やっぱりこのチョコレート、お砂糖がたっぷり入っていたりとか、まあ、いろいろね、乳製品もそうですけど、いろいろ入っているものがね、気になるものもあるんじゃないかなというふうに思います。で、せっかく
く大切な人に何かプレゼントをするのにもかかわらず、なんかね、あ、こんなの入ってる、あんなの入ってるっていう風に思うのはすごくもったいないなと思いますし、せっかくいただいたものとか、ね、自分にプレゼントしたものがちょっとそういうものが気になって食べるっていうのもすごくもったいないことかなと思いますので、今日はですね、罪悪感全くなくて本当にね、心にも体にもめちゃくちゃ優しい工場おやつのですね、図書からご紹介していきたいと思います。こちらの箱で作っているおうち工事をですね、甘酒とか塩麹とかにしてですね、それをおやつの中に入れ込んでいるおやつになります。発酵おやつという形でね、腸活もできるんですけれども、プラス小麦粉を使わずにグルテンフリーです。完全米粉で作っています。今回のガトーショコラはね、黒麦の甘酒がたっぷり入っております。はい、なのでもう特にですね、食物繊維が多くてですね、黒麦はですね、本当に便秘解消とかね、お肌きれいにするのは最強の麹になります。そして白砂糖は不使用です。そして乳製品も使っておりません。なのでね、皆さんのね、腸をですね、きれいな状態に保ったままにガトーショコラが食べられるというですね、最強だと思いませんか。なんとですね、こちらね、バレンタイン企画というところでですね、麹スタイルというですね、お店がですね、鎌倉にありますけれども、こちらのですね、甘酒とか塩麹とか醤油麹とか、あとキットですね、こういったものをですね、売っている麹のベースショップがあります。こちらでですね、2月1日から2月5日までですね、数量限定でですね、こちらのガトーショコラ販売させていただきます。イエーイ、本当に美味しいです。はい、鎌倉の麹スタイル遊びに来てくださったことがある方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、お店では食べられるんですけれども、普段このベースショップでは販売はしておりません。この限定期間中だけね、限定数で販売させていただきますので、あっという間にね、多分ねなくなっちゃうかなと思いますので、ぜひ急いでですね、ベースショップでね、ご予約していただければと思います。で、自分へのプレゼントはもちろん、大切な方へもね、プレゼントにしていただくといいかなと思います。冷凍でですね、送らせていただきますので、はい、冷凍のまま保管しておいていただければ、なかなか会えない方にもね、お渡しできるかなと思いますので、でですね、概要欄に URL の方ね、つけておりますので、ぜひそちらの URL からね、ご予約していただければと思うんですけれども、冷凍で郵送もできますし、麹スタイルに取りに来るっていうこともできますので、お近くの方は麹スタイルね、はい、ついでに遊びに来ていただくのもいいかなと思います。またですね、購入ではなくて自分で作りたいっていう方もいらっしゃるかなと思います。工場やつクリエイターの資格を持っている工事マスターたちはですね、このガトーショコラのレシピねしてますので、レッスンもできるメンバーがたくさんおりますので、インスタグラムで発信をね、みんな工事マスターね、工場やつクリエイターのメンバーしてますので、よかったら検索していただければと思います。ついでにね、工事のガトーショコラとかっていう風に検索していただいてもね、あるかなと思います。工場やつクリエイターのみんなで工事マスターの方はですね、このレッスンできますので、レッスンね、リクエストしていただくのもいいかなと思いますので、ぜひぜひ皆さんね、ゲットするか自分で作ってみるかやってみていただくといいかなと思います。なかなかね、この米粉のレシピってね、美味しいのね、なかなかないんですよね。工事おやつディレクターのね、園田真紀子先生というですね、日本工事クリエイター協会でも理事をやってくれている先生が開発してくれております。今回は真紀子先生が自ら作ってくれるという形なので、最高に美味しいガトーショコラがお待ちしておりますので、はい、ぜひね、はい、楽しみに、はい、食べるの楽しみだねっていう感じでね、はい、ぜひ食べていただけたらと思います。ということで、今回はですね、体に良くてね、腸活もできて美味しくて幸せで、はい、もうね、みんなで一緒に食べるのもすごいおすすめですし、一人で至福の時間をね、味わっていただくのもいいかなと思います。せっかくのね、バレンタインですので、うまく使っていただくといいんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ楽しんでいただければと思います。こちらのチャンネルではですね、麹にまつわるね、いろんなお話をしております。麹はですね、調味料として本当にね、塩麹に、醤油麹にお砂糖をね、甘酒だったりとかみりんだったりすることでですね、本当に調味料からキレを作ってくれる、元気を作ってくれるですね、調味料になると、食材と掛け合わせることでね、せっかくいい食材にね、ちょっとね、いろんな添加物とか化学調味料入ってる調味料をね、入れてしまうとマイナスになっちゃうけど、それが調味料がいいものになるとプラスになっていきますよね。で、腸をどんどん整えてくれてですね、別品体質になっていいことどんどん起きていくっていう感じなんですよね。本当、人生がうまく回り出すね。そしてですね、私のね、周りにいる麹ライフを送ってね、変化した人はですね、一番変化したことはですね、メンタルと言われる方が本当に多いです。麹でメンタルが変わるのっていうのをね、よく言われるんですけど、本当に変わるんです。でね、概要欄にはですね、そのね、なぜ麹で
おうち工事でね、あのメンタルが変わっていくのかっていうようなね動画もね載せてますので、よかったら気になる方は見てみていただければと思います。 LINE 公式では今日から使える工事レシピ10選プレゼントしてますのでね、ゲットしてください。もうね LINE 公式お友達だよっていう方はですね、はい、私のですね新しいインスタグラムの方ですね、 DM でですねレシピが欲しいと送っていただきますと、はい、レシピの方10選送らせていただきますので、ぜひぜひそちらもねご覧いただければと思います。皆さんよかったらですね、チャンネル登録とグッドボタンお願いできるとですね、たくさんの方にべっぴんキーのね、はい、魅力が届くかなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで今日も皆さん素敵な一日を。ラッキーガールの皆様、また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。質問が来てます。はい、醤油麹を作ってから、うん、ブレンダーで液状にしたものを、はい、動画でも言われていると思うんですが、うんうん、納豆にかけたいので、うん、チューブのような形で蓋を開けて出すような容器があればいいなって思ってるんですけど、うん、ご存知でしょうか。そうですね、なんかドレッシング入れみたいなやつとかがもしかするとあるかもしれないんですけど、私はあのウェックの瓶でもうそのままスプーンでかけるっていうやり方でやってますので、なんか探してみてください。はい、はい、ありがとうございます。